と見るブレックファースト。はい、皆さんどうも、ゆきゆでございます。さあ、今日もお手軽なに本格的なにお手軽なクッキングをやっていきたいのですが、皆さんどうでしょう、食べてますか？オートミール食べてますか？結局買ってさ、いろいろ、まあ紹介もしてたんだけど、めちゃめちゃまだ、全然まだあるよね。結構ね、奥さんは本当にね、毎日オートミールすごい食べてて、消費してるんだけども、まあ俺もね、結構オートミール食べる回数は増えたのよ。ね。増えても、全然減ってかないっていう。そして、ゆきおがオートミールに少し飽き出してるっていう。なんか、普通の米が食べたいっていう風になってきちゃったっていう、ちょっとね、危ない状況に陥ってるんで、ちょっとね、どうしようってなった時に、初心に帰ろうと思って。初心に帰ろうと思って、初心って何かなと思ったら、ゆきおが最初にオートミール食べたのって、2、3年ぐらい前にアメリカ行った時に、そこのご家族が朝ごはんで作ってくれたオートミールは多分俺初めて。なんか記憶にある中で初めてなんだよ。だからもう超最近なんだけど、その時に食べて、あ、意外といけるかな、あ、でもこういう味なんだ、っていう風に思った記憶があって、でも食べられたんだよね、全然ね。あ、オートミールって意外と食べられるんだって思った時はその時で、まあアメリカのそのなんか朝食とかに出てくるようなオートミールの雰囲気のものを今日は作って初心に帰ろうと思います。各ご家庭によって多分やり方違うと思うんだけど、ゆきおのうちはこういう風にやりますよっていうのをちょっと今日は紹介しようと思ってやっていこうと思ってますので、ぜひ見てってください。すげえパッとできると思うんで、よし、やっていこう。レッツオートミール。アメリカのなんか朝食で出た時はもうすでにオートミール自体は作ってあって、そこにいろいろなんか果物も置いてあって、まあ自分で好きに乗っけるみたいな感じだったから、ちょっとそのスタイルでやっていこうと思うので、まあ基本的にその果物が多めの方がゆきは好きだね。よし。まあでもね、本当に超基本の食べ方だから多分みんな全然知ってると思うんだけど、はい、こちら牛乳ね。まあね、全然豆乳とかアーモンドミルクっていうのを使ってもいいんだけど、まあ牛乳でやります。まあ、量はね、いつも作ってるのと一緒で、カップ、1カップ水分半分、2分の1カップオートミールっていうやり方でやりますね。なので牛乳は1カップ入れちゃう。よいしょ。はい。そしたらオートミールを2分の1カップ入れようかな。よし。2分の1。あ、もうこんなもんかな。はい、さらっと。よし。でね、塩1つまみぐらいをポコンって入れちゃう。あとは、煮ていく。まあ好みだけど5分10分ぐらい、10分もやんないか。はい、それではまあ大体5分ぐらい煮たのかな。なので結構もう水分吸ってきたので OK、 このぐらいいいかなって一回止めましょう。いいよ。まあとりあえず果物はね、バナナちゃんを使おう。はい、半分ぐらいでいいかな、とりあえず1人前だし。はい、よ。はい、そしたらさっきのもうここにドカッとドカッとねドカッとやっちゃう。そしたらバナナかな、もう適当に振って、よっしゃ、はい、しちゃった。よし。はい、でまあね、もうねコンビニとかで買えるこれなんか冷凍のベリーミックスみたいなのがあるから、もうね簡単にそれをまあポコンってやってという感じでいいんじゃないかな。まあ生のフルーツは全然いいんだけど、もちろんね、まあこうなんかお手軽に焼いた時はこういうのをね、パパパッつってパパパッつってやばいやばい、あ、大丈夫、これおしゃれに見える、大丈夫。どうなんだろうな。はい、あとはもうね、蜂蜜ちゃんで味付けっていう感じだね。まあお好みなんだけど、どうかな。なんか蜂蜜はね、もう最初に入れちゃうっていうのもあるらしいんだけど、まあ、こんなもんでいいかな。よいしょ。はい、まあこんなんでとりあえず完成です。まあもうすごい簡単で、もちろん皆さんやってるとは思うんだけど、まあ一応こんな感じかな、フルーツ好きなので。まあ、あとね、ココアパウダーとか入れたり、してちょっとチョコっぽい感じもできるし、まあシナモンとか振って、まあちょっとそういった、スパイス系のちょっとね感じのデザート系みたいな感じもできるし、まあ、もちろん何だってできるから、あとね、くるみとかそういうのもナッツ系も入れると、こうやって俺ポーッと入れると、まあそれもね、
香り高くなるし食感もあっていいとは思います。まあ今回は本当に簡単にできるタイプでございます。まあとりあえず食べてみようかな。よし、まあこの辺してみて。いやなんかこういうスタンダードのやり方久しぶりに食べたけど、久しぶりに食べると美味しいなやっぱりね。蜂蜜がやっぱりちゃんとあると味がしっかりバシッと決まるからいいね。うまい。みんなも知ってるだろうけどうまい、こういうのやっぱり。まあね、やっぱりフルーツもりもりなのが好きだわでもそしてね、やっぱりちょっとベリー系のフルーツが入ると酸味が出るから、その酸味と、まあ、ちょっと蜂蜜の甘みみたいなのと一緒にこう混じってくるとオートミールが非常に美味しく食べられるかと思います。まあそれは俺の好みだけどね。そうなので、まあ、フルーツいっぱいオートミールが好きですっていうお話今日はなんだっけ一応紹介がまあね、これはもう大体みんな知ってると思うから、まあ、各ご家庭のやり方がありますけども、ゆきおが好きなのはフルーツミックスって感じですかね。まあ、そう、結局俺が最初にオートミールを食べてオートミール体験をした時も基本的にそのフルーツをなんか乗っけて食べるようなスタイルだったから、なんかやっぱりそれが好きなのかなっていうのはありますね。そんな感じかな。簡単だね、もうこんなもんだよね。はい、ということで、まあただスタンダードな、オートミール朝食に食べるような感じだね。朝食オートミールみたいな感じかな。はい、どうもご視聴ありがとうございました。オートミールがねありすぎて雪をちょっと飽き出したからまだ初心に帰っていろんなことをやっていこうかなと思っております。はい、ということで、また次回もよろしかったら見ていただけると嬉しいのでチャンネル登録とかもお願いいたしますと。はい、じゃあ今日もありがとうございました。ゆきおでございました。それでは皆様、じゃあね、さようなら、バイバイバイ。